かす大好き、そばかすね、すんごい歌うからカラオケで。俺も好きよ好きだもうなんか芸能活動とかしてんのかね、すごい可愛いけどね、かわいいね。すごい可愛い、想像よりめっちゃ可愛かった。なんかもっとかっこいい系の声かと思った、うん、宮沢りえの若い時、うん、今だったら、うん、広瀬すずみたい、うん、唯一無二だと思います。誰かに似てるとかない？ああそういうことねいや彼女は彼女だけど、うん、え日本人なの？ちょっと違うかかわいい、ウインクしながらかわいいね。前よりももっと痩せてね、にちょっとチクッと刺さる。そうだよね、そこ日本人でも早口で、ね、早口でリズム取りにくいよね、うんうん、でもちゃんと歌えてたよ早口で、うん、一緒に行けたら。前回のモナ・ゴンザレスさん、うん、これサチ・ゴメスさんでしょ、うん、でモナもさサチもさ、うん、日本人の名前にいるじゃん、うん、いる。サチさんって言ってこの歌聞いたら、うん、普通に日本人だと思うよね、うん、日本、その日本語の発音もこんなね集中して聞いてなかったらね。そうちゃんと出るね高い音も。やっぱ耳で覚えてるんだろうなっていう、うん、いい、かわいい。てか若くない？若いね。何歳だろう。当てにならないわ、お腹がすくわ、なんとかかしらとかさ、うん、言葉遣いもさ、うん、すごい子供っぽい雰囲気で歌ってるのに、うん、なんかちょっと大人っぽい言葉遣いっていうかさ、若い人が言わないようなフレーズ、ゆきちゃんワールドって。そうだよね、うんうん、めっちゃ古くない、ね、そばかすって96年の1月か2月じゃない。俺高校卒業する直前だったもん。中学生、え、じゃあ小学生、小学 生、うん、メロディーも難しくない？めっちゃ聴いてなかったら、うんうん、難しいよね、だってこの曲日本人にだってね、うん、高いし、なんか音程すごいジェットコースターみたいだし。そうだね、早口だったりすごいふわーって張り上げたり強弱もすごいし。そうね、うん、普通に難しい曲だと思う。なんかアニメの曲だよねこれも、ルロニケンシン、うん、それでかな、それでなのかな、うん、やっぱアニメってすごいな。インパクトあったもんね、ジュリアン・ド・マリーってね。いや、それこそ唯一無二ですよ。そうだよね、うん、日本のガールズポップはあそこから始まってる感じするよね。ああ、そうかもね。あの、可愛い系の声で歌う、あ、影響された人たちいっぱいいたじゃん。いや、めちゃめちゃいると思う、うん、綺麗な音が綺麗、うん、あたしのがすごいゆきちゃんっぽい。もういっぱいいたよ、もどきって言った、ね、言い方です。カラオケでジュリアン・ド・マリー歌う人はみんなゆきちゃんの真似してたもんね。もう私ももうゆきちゃんの真似して歌ってたから、うん、違う曲になっちゃうかもしれない。あれ以外の歌い方しても違う曲になっちゃうよね。ね、ゆきっぽいところが何箇所かこうある。まあね、ゆきちゃんと違うところっていうとハキハキ歌ってるとこかな。そうね、ゆきちゃんはもうちょっとねっとり歌うよね。そうそう、あの人独特だからね。独特だもんね。うん、恋をしてきた、もどかしい気持ちで、あやふやなままで、それでもいい。ここちゃんとなんか頑張ってって思ったけど全然余裕で出てた。そうね、うん、めちゃくちゃここが綺麗に歌えたらすごい気持ちいい。彼女はさすがだよね。うん、もうめっちゃ気持ちよかった、うん、聞いててゆきちゃんぐらい気持ちいい。そうね、うん、そばかすは歌詞が衝撃的だったよね。世界観が独特だよね。やっぱああ、いいな。
ピアス開けたのが笑えないエピソードみたいなのとかさ、うん、詩の世界がすごいなと思って、うん、女の子って感じの。そうだよね、うん、高校3年生で聴いてた時にほーってなんかもう思春期の女子って感じだよね。そうそうそう。伸びがあるね、すんごい声に、うん、ジャズィーな、うん、一瞬こうちょっとおとなしくなってさ、うん、伴奏がジャズっぽくなるじゃない、うんうん、ちょっと控えめの声で歌うじゃん、うん、雪が、うん、で、その直後にウサギちゃんとカエルちゃんが出てくるっていうね。そう、で世界観独特すぎてそう、独特めっちゃいい、うん、元気出るわ。カエルちゃんもウサギちゃんもそう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 笑ってくれるのそのなんだろう、そのギャップとかも、うん、歌いながらいつも違和感あるもんね、あそこ、うん、で、今のサチさんもそれをすごい、そのパートは控えめに歌ってからのそうだね、からの解放って感じ、解放って感じ、すごかったな。なんだろう、なんであんなプロみたいな子がこんな YouTube にゴロゴロいるの。モナさんもそうだし、サチさんもそうだし、やっぱ今時代がそうなんじゃないですか。あーねーおばはんみたいな意見もう時代なんじゃないですか。そう、おじさんおじさんとおばさんね。めっちゃいい。なんかゆきちゃんが歌ってんのと一緒ぐらい、なんかそうね、うん、エネルギッシュ、ってくそうそう、エネルギッシュ。シンディ・ローパーが日本に入ってきたみたいなくらいの衝撃だった、最初聞いた時。でも本人はあれだって言ってたよ、ノッコがいたバンド、あーレベッカ、あレベッカ、レベッカ、レベッカ聞いて育ったって言ってた気がする。もうそう考えたらめちゃめちゃその系譜を、そうそうそう、ガールズポップの可愛い声を出しつつも声が太かったじゃない。あーなるほどね、太くなったり、細くなったり、細くなったり、そうそう、そういう引き出しがいっぱいあったのは多分レベッカのっこさんの、のっこさんの影響。なるほどね。だから歌ってくれてて嬉しい、うん、嬉しいよね、うん、本当にさ、最近この日本の歌をカバーしてるのを、うんうん、あのリアクトしてくださいとコメントをいただく、うんうん、このサチさん、サチゴメスさんのやつもいっぱいもらったんだけど、うんうんうん、感動しちゃうよね、うん、まず感動、まずありがとうございます。なんか俺の自分の曲じゃないけど、日本人としてありがとうっていう気持ちがあって、楽しいね。最近なんかいっぱい教えてもらって超楽しいよね。楽しい。知らない世界だなって感じ。超楽しい。どうしてなんだろう。完璧。めっちゃかわいい。かわいいね、このイエーイかわいい。あ、ルルンケース出てきた、ね、うんうん、かわいいね、かわいい、嬉しいね。なんかパイノに溢れた若い人が日本の、しかも自分がすごい歌ってた、いや今も歌ってるけど、大好きな曲歌ってくれてるの嬉しい。最近そういう感動が多くて、めっちゃ多い、めっちゃ多い。なんかこのチャンネル始めてまだすごい短いけど、1ヶ月ぐらいだけどね、なんかそういうもういっぱい感動してる、なんか楽しいよね。
楽しい楽しい、すごい感動いっぱいある、なんかいいな、いいあったかい世界だな、うん